ます。よいしょ。ほんとグンっていくよね。背中を感じるわ。背筋。背筋力感じます。うん。お願いします。うわこれは打てないわ。まあでも別にその辺って思えばその辺って思えばあやばい、あなんかヘッドに当たっちゃった。結構前下がりでした。あ、ちょっと待って。やっちまった。トップ。長かったね。ハイボーンか。いいくらいです。パジチャンス。でパイ。あーもう完璧だったけどね。オッケーです。あなんかフックに読んでたんですけどね。そんなに。あっちちょっと。切れなかった。200までしか打てないんで、ユーティリティ、うん、フォローだしね。よいしょ、完璧完璧。お、消えたけど消えたと思う。大丈夫だと思う。でも左側は大丈夫だと思うんですよ。右の方が浅い。右が浅い。なあ低い。よっけ。ダン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 。ミンと。一旦。一旦待ってください。平らなとこっていいね。平らなとこっていいね、やっぱ打ちやすい。狙える感じ。距離的には200ぐらいなんですけど、なんかこのライがあんまり、はい、結構前上がりなんですよ、ね、あでもせっかくなので、せっかくなので行きますか。行きます。この2音はすごいよ、美穂さん。チャレンジャー。いやー、降りちゃったな。まあ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 。だなんかにめっちゃ当たったよ。いや、多分普通に行ったら一球なんですよね。でも、上に飛んだのは見えたんだよね。突き破ってたのかな。あ、ほらあった、やっぱり。本当だ。なんかね、戻ったのが見えたんだよ。奇跡的に。すごくない？これ奇跡的だよね。明らかにこれですね、多分この色合いが。
そっち？ちょっと待って、フックじゃなくない？え？私超スラだと思ってた。てか私がこう来たし。そうですね。多分こう入り混ぜって。まだいけますよ。そう、日本ですね。あの、こっちはパン5多いですからね。あ、そっか。大きさも？そうですね、200、スプーンぐらいで刻もうかなと。なんかここまた崖みたいな、書いてる。いい、旗の、旗に向かってる。でもすごいダフった。すごいダフった？すごいダフった。うわぁ、嘘嘘嘘、やったー。わぁ、すごい、なんか見たことない感じのボール。これもう刻んだ方がいいですね。なるほど、そんなすごいことになってるんですね。結構すごいです。ここはここが崖越えになっちゃうと思うんですよ。そこからだとこうこう、何刻み刻んだよ。すごかったんです。すごい。一回巻き戻しして見てみたいぐらい広かった。まあいろいろやってるとね、こういうことになりますよね。いつかくなるか自分でも分かりません。大きい、めっちゃ邪魔だね。で、まあでもちょうど右から風が来てるんで、右目狙ってて、もう風で。ベストポジションですね。こうやってたね。なんかのコツ？コツ、そうですね。基本的にはこの後ろバウンス？はい。このバウンスを当てる。このエッジを当てちゃうと。ボールの手前に当たった時に深く入りすぎちゃうんで、次、はコンパンスを当てて滑らす。滑らす。滑らす。結構勝手に滑ります、こっち側を当ててったら。これをこう上から下に。ここだと深く入っちゃうんで、深く取れてっちゃうから。めっちゃ開いてるよ。もうこんなんだよ。まあ、え、今までどれぐらいですか？開いてもこんなもんじゃん。こんなもん。どれぐらい？いや、もう、美穂さん見たらなんかもう、後ろ向いてるぐらい。この下をこう、当てやすいようにはしてますね。ちょっと、後ろから見てるのさっきね、びっくりしたのに、そんなに開くのみたいな。でもその、距離との、あれもあるんで。これだとどれぐらい開きます？私はちょっともうこれ、20ヤードぐらいあるんで、今度もう50度。あ、50度にしちゃうんだ。50度でちょい開きぐらい。ちょい開き。はい。基本的には全部開きます。50度。うまい。止まるかな。止まりましたよ。はい、ナイスオー。簡単そうだね。
バンズ。バンズを当てる。バンズを当てる。おうおう。ああ、だいぶ登ってるし、だいぶ手前に入ってる。なかったらもうスコアめちゃくちゃだよ多分コメントが来てたんで、みほさんマンブリしたいと思います。ここをマンブリしますすごいはい、皆さんチャンネル登録と高評価の方も言えんでないな、やばい皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。コメントもお待ちしています。みほさんに聞きたいことあったらどんどんコメントに書いてもらえると嬉しいです。お願いします。では次回も楽しみにしててください。バイバーイ。